ダミアン・ペルキは、フランス共和国王武県、トロワ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。クレール・フォンテーヌを卒業後、トロワ AC の下部組織に入団し、プロデビューした。2005年にエースサンテティエンヌに移籍し、リーグア案初キャップを記録した。だが、サンテティエンヌでは、定位置を確保できず、2007年に FC 訴訟に、レンタル移籍。では、 定位置を確保し、2008年より完全移籍となった。2012年8月28日、スペインのレアルベティスに移籍2015年1月26日、MLS のトロント FC に加入した。2016年7月22日、ノッティンガムフォレスト FC に2年契約で移籍した。2017年、カズレク・アジャクシオに移籍した。 U-21 フランス代表としての出場歴がある。A 代表は自身のルーツであるポーランドを選択し、2011年9月7日、親善試合ドイツ代表戦でスタメン出場しポーランド代表デビューした。2012年5月26日のスロバキアとの親善試合で代表初得点を記録。地元開催のユーロ2012の代表にも選出されたが、 グループリーグ敗退に終わった。ありがとうございます。